ルイサ・フェルナンダでボルボンは、モンパンシエコー、アントワーヌの妻。スペイン王フェルナンド7世と、王妃マリア・クリスティーナでボルボンの次女として、マドリードで生まれた。同母姉イサベル2世が幼くして即位したことから、イサベル2世王女イサベルが誕生する1851年まで、長きにわたって、大位継承順位第1位の立場にあった。姉イサベル2世は、 いとこのフランシスコ王子と婚約していたが、王子が同性愛者であるとする噂が広まっていた。これを耳にしたフランス王、ルイ・フィリップは、イサベル2世に子供がない場合ルイサ・フェルナンダ王女に王位が継承されるとし、自らの罰手であるモンパンシエコーアントワーヌとの婚約を成立させた。1846年10月10日。 イサベル2世とフランシスコ王子、ルイサ・フェルナンダとモンパンシエ公の結婚式が同時に取り行われた。アントワーヌは結婚によってスペイン王子の身分を得た。彼がスペイン王位継承を企んだためにルイサ・フェルナンダとイサベル2世の中は緊張することとなった。モンパンシエ公夫妻はマドリードを離れざるを得なくなりセビリアで暮らした。 イサベル2世の大位と亡命で、ルイサ・フェルナンダ一家も、国外へ亡命した。晩年、未亡人となったルイサ・フェルナンダは、セビーリアへ戻り、そこで没した。遺体は、エルエスコリアル修道院へ埋葬された。モン藩市へ交付祭の紋章。ありがとうございます。